アルジカルブはカーバメート系に区分される殺虫剤である。テミックとも言う。昆虫の神経系をおかしくする。アザミウマ、アブラムシ、クモダニ、リグス、フライアッパー、リーフミンジャーに対して有効に有効に作用する。アルジカルブはシナプスにおけるアセチルコリンの分解を防ぐコリンエステラーゼ阻害剤である。重度の中毒の場合、被害者は 呼吸不全で死亡する。国際的に最も広く使用されている農薬の一つであり、最も環境に有害なものの一つである。農業用水の流出によるアルジカルブの中毒は、健康な生態系の破壊と、肥沃な農地の不可逆的な中毒につながっている。この農薬からの中毒もまた、アラル海周辺の地域社会における高い岩率と関連していると考えられている。 有機ン系殺虫剤に対する耐性が発達している場合に有効であり、土壌由来線お及びいくつかの溶面害虫の防除に使用されるジャガイモ生産において極めて重要である。その高い溶解性は水面が表面に近い特定の領域での使用を制限する。農薬の残留基準の評価上は、アルジカルブはアルドキシカルブと合わせてアルジカルブ及び アルドキシカルブとして扱われている。日本においては認可、登録されていないが、食品安全委員会が2013年9月付で公表した農薬評価書第2版では、アルジカルブは我が国での登録はなく、要請を受けて基準値を設定するものであると述べられている。アルジカルブは人に対しても強い毒性を持つ。中国などでは果物の栽培において、 過度にアルジカルブを使用し人体への悪影響が出たと疑われる事件などもまま発生している。農薬評価賞農林水産賞。ありがとうございます。